人、物、金をテキサスへ CCIM のループです昨日サンフランシスコ米エリアから人がどんどん流出している話をしました流出先が主にオースティンとなりますオースティンにはサンフランシスコだけではなくて全米各地から人が集まってきていますその結果 住宅の価格はぐんぐんんんと高騰してるんですよね、まあ、当然需要が高まって一方で空室の物件もほとんどなくて、えー、市場に出る物件も少ないという状況の中で需要と供給の関係で不動産の価格が上がるのは自然の動きですではどうするかというところでこのですね 高騰する不動産に対抗する対抗するというかですねそれを解決する会社の紹介をさせていただきますカリフォルニア州サンタローザに拠点があるテック系の住宅建築会社ホームバウンドですこの会社は既存住宅の 購入の代替手段を提供するということで、えー、本バンドという会社ここ数年でですねかなり資金を集めてまして約7200万ドルぐらい日本円にすると79億5000万ぐらいですかね資金を集めました Google ベンチャーズとかですね FIFTH スウォールあるいはサウンド・ベンチャーズ、アトミック、スライブ・キャピタル、まあ、いろんな会社から集めているんですけども2020年4月に3,500万ドルのシリーズ B を完了して2020年末には2,000万ドルの転換社債を発行しています。まあ、このの会社は今 CEO である 日記ペシャさん、まあ女性ですけども、その方と、えー、アトミック、まああの支援先の企業の一つでありますけども、そこのマネージングパートナーである、えー、ジャックアブラハムさん、お二人が共同で始めた会社です。2017年ですかね。元々このアブラハムさんの家が山火事で焼けてしまったというところから始まっています。カリフォルニアは毎年 ものすごい山火事が起こってこういうことがよく起こるんですよね。えーまあ、そういった家がなくなってしまったとでも土地は持ってる、えーまあ、さあどうしようというところの、まあ、親なみお悩み解決をすする会社です、まあ、今まではそういったあの災害にあったところをターゲットしてたんですけどもこの度ですねオースティンの まあこれは災害とは関係ないんですけども市場に参入してきました。ホームバウンドの、まあ、実質的にはあの仮想ジェネコンなんですよね。えー、要は、えー、厳選したこの資格のある建築専門家たちのネットワークを組み合わせてつく、まあ、新しい形の まあ建築業界を作ってる会社なんですけどもまずですねあの家の、まあ、土地の選択から設計そして、まあ、設計が終わってすべて完成するまでこの一連の流れを一つのプラットフォームの中で行うという会社です。まあ、例えばですねあの まず土地選びから始まるんですけども,、ね土地もまあ、自分でもこう選べるんですけどもあらかじめこう用意されているところから選ぶことができます。で次にその設計も、まあ、いろんなこうパターンがあってですね、まあ、そこからこう選んでいって、まあ、カスタマイズできるということで,で最終的にはこう家が出来上がっていくんですよね。でこの方法でやると、まあ、既存の家をこう買うよりもですね だいぶこの価格が抑えられるんです。まあ、オースティンを例にとると、だいたい普通の家を作るのに、えー、まあ建物だけで30万ドルぐらいからかかってきますね。まあ30万ドルというと日本円にしてまあ3270万円ぐらいですかね。まああとはもちろんその家の大きさとかですね。 あのその家の複雑さとか、まあ、いろんな要素で値段は上がってくるんですけども、えー、これをですね買おうと思うとまあもちろんこれは土地代が入っていないんですけど土地代を別に買って土地を別に買ってこの家を建ててもですねまあよく考えたなと思います。 今日はオースティンに進出してこのオースティンのどんどん上がっている既存の住宅に対してもっと安くですね自分のカスタマイズできる家を作りましょうということを行っているホームバウンドという会社を紹介させていただきました。以上テキサスのルルークでしししたチャンネル登録よろしくお願いします